先ほどの襟先の縫い込み、裏襟と表襟の縫い込みをまず合わせます。一旦止めます。次、襟先の縫い込みを裏襟の縫い込みに押さえていきます。まず待ち針を打ちます。一部かけ出します。裏襟付けの縫い目より次に縫い込みに合わせて待ち針を打ちます。縫い目ですね。裏襟のすくえてるかどうか確認します。そうしたら糸で押さえていきます。